特に山本太郎さん、消費税廃止しろということを強くおっしゃってますが、私これは少なくとも一理ある。本当にそれぞれのお立場でありがとうございます。またこうして今10名近い方がご発言くださったんですが、そのお一人お一人のご発言に多くの皆様が忍耐強く一緒に耳を傾けてくださっている、その状況、様子そのものが尊いんです。本当にありがたく敬意を表します。と簡潔に消費税と経済のお話がありました。この30年とにかく引き下げられてきたのは法人税なんですね。そして高額所得者の所得税です。一方で引き上げがってきたのは消費税です。ですから私は特に山本太郎さん、消費税廃止しろということを強くおっしゃってますが、私これは少なくとも一理あると強く思ってます。枝野さんのおっしゃった財政のことを考えると、それはいいことばっかりじゃありません。ですからこれは社会政策を考えれば減税にいいことはないし、財政政策を考えれば減税にいいことはない。しかし経済や暮らしへのダイレクトな影響を考えれば、これだけ物価が上がってますから、法人税や所得税が下げられて、その分上げられてきた消費税の歴史というのは、私は一旦見直す価値がある試験ですが、そう思っています。無党派層の方々へのすっきりした訴え、それからさまざまなことをうやむやにしてんじゃないか、いろんなことがつながってると思うんですが、今自民党政治そろそろひどいよな、変えなきゃいけないと思ってる方々は大半だと思います。しかし政権交代を望む世論が高まりつつある。4割5割の方がそうだと答える一方で、あんたたち野党に期待はできないんだという人が7割いらっしゃる。ここにまさに自民党はひどいが、あんたたちに期待していいのかどうか確信持てない、むしろ不安を感じているという有権者の複雑な心情がまさに埋もれて現れている。でそこで私どもは今この時点で必ずしもそうだと申し上げているわけじゃなくて、すごく大きな課題だと思っているのは、自民党はひどいが、いやそんなことよりもあんたたちが魅力的だと、あんたたちに期待したい、心底言っていただけるような積極的な魅力、積極的な期待、信頼につながる。で最終的に政党の魅力って最終的に政策と人材ですから、政策と人材にあえて責任の観点から言えば政治姿勢ですから、政策が良くて人材が良くて、人材には人材の全体像もあれば人材の配置もありますからね。そして政治姿勢が責任の取り方、責任の引き取り方、責任の感じ方含めて国民が納得できるね、あんたたちと言っていただけるような状況なり体制を作らなきゃいけない。それは全部セットだと、私たちが積極的な魅力、積極的に関心を持ち信頼して期待してみたい、そう思っていただけるような体制を何としても作る責任がある。これは後ほどあんた何やりたいんだというご質問がありましたので、それに重ねて少し長所を触れさせていただきます。連合との関係ご指摘いただきました。これ大事なことなんで、結局イギリスには保守党と労働党という政党があり、おそらくですが今年14年ぶりに保守党政権から労働党政権に政権交代します。そしてアメリカは11月に大統領選挙、まあこんな私が言うのもなんですが、3億人もいるのにトランプとバイデンしか選択肢がないっていうのもどういうもんかなと私も思うこともある。しかしそれでも共和党と労働組合の支援を受ける民主党ががっぷり四つに組んでせめぎ合ってるのがアメリカです。日本には連合という労働運動を担う組織があり、私はここと必要以上に喧嘩をしたり連携を崩すのが得策だとは実は思っていないんです。しかし連合にも言わなきゃいけない、連合にも考えてほしい。連合に所属している労働者はこの国約6000万人の労働者のうち1割ちょっとと言われています。600万人700万人と言われている。残り8割9割は一体どうなっているのか。連合の組合今ほとんどが、これ悪いって言ってんじゃないですよ、悪いって言ってんじゃないんですが、ほとんどが大企業の正社員が中心なんですね。しかしこの国で働く方々のほとんど大半は中小零細企業、非正規雇用もこの30年で圧倒的に増えていく。一体その方々の満たされる労働基本権はこの国で一体どうなってんだ。小泉さんや安倍さんの時代に派遣法を全面解禁しました。もともと派遣法は通訳士やタイピストや本当の技能労働に限って認められていたのに、製造現場からサービス業から全部派遣でいいことにしちゃった。労働者の働く人たちの寄って立つ基盤を壊し続けてきた。それで口先だけで賃金上げろ上げろと言ってるわけですから、何をか言わんですよ。そこで連合に言いたい、
あんたたちが大企業の正社員中心でその方々だけの権益を守る集団であれば、今まさにそうなりかかっていますが、国民から見放されて当然だと。違うんだと。この国で働く6000万労働者、中小零細非正規の方々含めて、いかに矛盾を感じ、いかに切ない思いをし、いかに将来の見通しがきかないか、そうしたオールジャパンのオール労働者のオール労働基本権を担保するような労働運動をぜひこの国に作っていこうじゃありませんか。ですから連合の言いなりになるつもりもないし、連合に言うべきも言わなきゃいけない。しかし喧嘩して敵対する相手では決してなくて、むしろその労働運動の裾野を広げていく責任が私どもにも連合にもあるということをどうか正確に正しくご理解をいただき、見守ってやってください。精一杯努力したいと思います。